はい、お疲れ様でございます。今日のねお話はこちらでございます。ということで、ジョギングシューズを買い替えるタイミング、皆さんねご存知でしょうかというねお話をしてみたいと思います。このね動画をねご覧の方の中でもですね、習慣的にジョギングだったりウォーキングをねしてる方もね多いかと思います。ジョギングウォーキングするときにですね、必ず履きます。ウォーキングシューズだったりジョギングシューズですね、皆さんね履いてですね、ウォーキングジョギングをね楽しんでるかと思うんですが、そんなウォーキングシューズジョギングシューズですね、皆さん、買い替えるタイミングというのはねご存知でしょうか。なんとなくボロボロになってきたらね、そろそろ買い替えようかという方もね、多いかと思うんですが、実はね、ちゃんとね、こう、ジョギングシューズ、こういうね、タイミングでね、買い替えましょうよっていうのがね、シューズメーカーさんの方でね、公表というかね、そういったね、情報がね、出ております。今日はね、そんなね、皆さん意外とね、知らないんじゃないかなっていうね、ジョギングシューズのね、買い替えのタイミングについてね、お話をしてみたいと思います。実はですね、このね、ジョギングシューズの買い替えのタイミング、意外とね、短いんですよ。そんなお話に、ね、なりそうかなと思いますので、お付き合いいただければなというふうに思います。はい、ではですね、今日ですね、こちら書いております、アシックスのですね、公式サイトにですね、書かれてたジョギングシューズ買い替えのタイミング、5つをですね、ご紹介してみたいと思います。じゃあ最初にね、5つね、ご紹介しますと、まず1つ目がですね、走行距離500キロ、2つ目がソールの胃腸部分がすり減った場合、そして3つ目、ソールの部分の露出した場合、そして4つ目、生地のね、表面生地のほつれや破れが出た場合、そして最後5つ目がですね、未使用でもですね、3年から4年経過した場合、こういったタイミングではね、買い替えしましょうよということを書かれておりました。じゃあ、それぞれね、1つずつね、ご紹介しますと、まず1つ目、走行距離500キロに達したらですね、まずね、1つの買い替えのタイミングですよというふうに書かれておりました。私ですね、1ヶ月に300キロ以上走るですね、ジョギングジャンキーなんですが、私、これね、ちゃんと守ってますと、2ヶ月に1回の頻度でね、買い替えしないといけないっていうふうな形になってくるんで、これ結構ね、意外とね、500キロというのはね、短いなというふうにね、ちょっと思うところでございます。例えば、どうでしょう。1日に5キロ走る方でもですね、4ヶ月でね、靴を買い替えないといけないと。どうでしょう。私のイメージの中でいくと、普通靴っていうのは、ね、1年以上はね、履くかなと思うんですが、そんなね、ジョギングシューズ、実はね、シューズメーカーさんの方ではね、500キロ足したらね、一つね、買い替えしましょうよというね、こと書かれていました。これちょっとね、驚きでございました。そして二つ目、ソールの衣装部分がね、すり減ってきた場合にはですね、買い替えましょうというふうにね、書かれておりました。これ実はね、今ね、ここね、写真出してますのがね、私がですね、1年前にね、購入したジョギングシューズでございます。アシックスのね、ジョギングシューズね、履いてね、いつもね、走ってるんですが、このね、1年間、ずっとね、同じね、シューズでね、今もね、このシューズでね、履いております。どれぐらいね、ソールの部分、いわゆるね、かかとの部分ですね、靴の裏側のかかとの部分、どれぐらいすり減ってるかなーっていうね、ソールというか足裏ですね、靴の裏側の部分ですよね、見てみるとですね、結構すり減ってるんですよね。で特にね、このね、ここに書いてます。衣装部分。いわゆるね、アシックスっていうね、メーカー名であったり、ロゴとかね、大体ね、この辺なんかにね、書いてるかなと思うんですが、この辺、書いてるね、衣装部分がね、すり減ってきたらですね、一つの買い替えですよというふうにね、目安で書かれてたんですが、見てわかる通り、ちょっとね、アマゾンが出ちゃいましたね。見てわかる通りなんです。私ね、もうミーゴートにですね、この辺ね、薄くなってまして、ほとんどね、消えちゃっております。ということでね、もうこの靴はね、完全にね、買い替え、のタイミングかなという形でございます。そして3つ目、ミッドソール部分のね、露出でございます。ミッドソールっていうのは、この、こちらのね、側面側にですね、このね、いわゆるソール部分のね、ソールとこの靴のね、生地の部分、ちょうど、つなぎ目部分がありますよね。そこがね、ミッドソールっていうらしいんですが、そのミッドソールっていう部分がですね、こう割れてきて、中身がね、こうね、露出してくる。そんな状況になってきたらね、もう買い替えですよと。その辺はね、なんとなくね、皆さんもね、わかるんじゃないかなと思います。そして4つ目、生地の表面のね、ほつれや破れ、これが出てきた場合はね、買い替えしましょうよっていうところです。この辺もね、皆さんもね、当然ね、やっぱり破れてきたりするとですね、買い替えようかなっていうふうにね、思うところじゃないかなと思うところ、思うところですね。私もね、さすがに、靴がね、破れてきたりするとですね、さすがにね、やっぱり、どうでしょう、履いててもね、ちょっと水ぼらしくなってくるんでね、やっぱりそろそろ買い替えようかなというふうなタイミングで、この辺はね、皆さんね、やはり、こういったことが起きたらね、判断されてね、買い替えしてるんじゃないかなと思います。
そして最後5つ目なんですが、これねちょっとね驚きだったんですが、履いた回数とかね距離に関わらず未使用でもですね、まあ、3年から4年経ったらもうね買い替えしましょうというふうにね書かれておりました。まあこれどういうことかって言いますとですね、まあ靴っていうのはねやはりねこのソール部分はゴム、そしてねいわゆるこのちょっと今映ってない部分ですよね、まあ靴の表面上の部分はですねこうね生地ですよね、表面生地ですよねなっております。まあつまりね経年劣化しやすいようなものなんですよね。ゴムに関してはねやはりね年数経ってきましたねやっぱり硬くなってきたり、あとねまあちびやすくなってくる、そしてね表面の生地部分でですねやはりね年数経ってくるとやっぱりねほつれやすく破れやすくなってくるということを考えると、まあ距離とかね、使った回数には関わらず、そしてね、一回も使ってなくてもですね、3年から4年経ったらですね、まあ、買い替えた方がいいよというね、ことを書かれておりました。まあ、中にはね、皆さんもね、ジョギングしようかなと思ってね、せっかく靴は買ったんだけど、3日坊主で終わって、まあ、2回、3回履いたけど、ね、もう、まあね、タンスの肥やしになっているという方も、ね、いらっしゃるかもしれませんが、まあ、あまりね、そのタンスの肥やし、まあ、何年もね、あるようでしたらですね、もう、そういった靴はね、まあ、処分してしまう方がね、よろしいのかなと思います。ということでね、まあね、これはね、アシックスのね、公式サイトに書いておりました、このね、シューズの買い替えのタイミングなんですが、まあ、ちょっと見るとですね、なんかもったいないなというね、気はするんですが、とはいえ、やはりね、まあ、いわゆる靴を作ってるね、メーカーさんが書かれていることでございます。やはりね、この、まあ、タイミングというのは、まあ、どういうことかって言いますとですね、やはりね、まあ、自分自身が持ってるね、パフォーマンス、やはりね、ここを過ぎてきますと、ね、やっぱりね、自分自身が持っているパフォーマンスが落ちてくるのと同時にですね、やはり、どうでしょう、足腰ですね、やはりね、走る、歩くというのはね、足腰に負担がかかります。ということでね、やはり、こういった部分がね、まあ、超過してくると、まあ、ね、こういったとこがね、現れてくるとですね、やはりね、まあ、例えば走行距離ね、1000キロ、2000キロ経ってもですね、履いてるとですね、まあ、足腰にね、負担がきて、そしてね、足や腰のね、故障の原因にもつながるということもね、あるかもしれませんので、まあ、一つの目安としてですね、まあ、この辺がね、来ましたら、まあ、買い替えしていただければなというところでございますね。はい。と言いながら、私もですね、すでにね、この靴、まあ、1年履いてまして、今ね、測って、計算してみたんですよ。1年間で約ね、3900キロ走っておりました。ということでね、まあ、このアシックスさん書かれてたね、500キロ目処にね、買い替えしましょうよっていうのがですね、もう完全に、まあね、6倍以上ね、超過、6倍、7倍、8倍ぐらいですか、超過してるんですよね。っていうところで、まあ、ぼちぼちね、もう丸1年経ちましたんでね、そろそろね、まあ、買い替えしようかなというふうにね、思っているところでございます。まあ、皆さんもね、まあ、今回のお話、ちょっと参考にしていただきながらですね、ジョギングシューズ、買い替えね、検討してみてはね、どうかなというところでございます。はい、ということで今日はですね、こちら、ジョギングシューズ、買い替えるタイミングはね、というね、お話をさせていただきました。今日のお話、面白かったな、参考になったなと思いましたら、ぜひ高評価、まだね、チャンネル登録、まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞き、まあ、ご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。